足さばって生きてるやつ、もう元気なやつ。あ、匂いじゃない深夜、サバってさ、花刺すとこなくね。サバってさ、ここら辺刺してもダメじゃん。言いにくいと泳ぐかな。でかいですね。上がれそう。ここで鮭釣ったらかっこいいね。え？おお、いいサイズだ。おお、いい引きだな。いいさ、いいサイズだな。パパ今ね、やめ、パパ今おしっこしに行くから手を。うん。まだ入れんな、入れんな、入れんな、血抜きする。ダブルヒットなんて、ダブルヒットで竿落ちるとか。マジで。あ、危ねえ。危ねえ。そうですね、サイズ、そうですね、サイズ前よりアップしてきましたので、はい、おお。赤い何？赤い木の止めるやつが見えなくなって考えて。男らしく釣れるか釣れないか、どっちかっていうレベル。なんだこいつ、海外産のな。なんだこれ、カタクチみたいな。コマスロケット使える？もう来た。おー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 おお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 お
張り切れる、うん、わあ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 、あと容器下の穴塞いでるっていう、もったいないから、走るなぁ、うん、走るって何マイクロジグ？ダイソー？セリア？ダイソー、まあ、一匹逃げられた、おお走るね、元気だ元気だわ、なんか結構いるな、お求めてるサイズが来た、次の泳がせ君、今こっち巻いちゃうから、まあ、餌変えるわ、引っ掛けないよ、生きてる、死んでる、死んでる、ああ説明してる、お疲れさん、わガヤタイフリとガヤすげえ、お、あ惜しい、ジグだけで惜しいね、シンヤジグだけで釣れると面白いな、苫小牧みたいなデカサバはめったに来ないんだろうな、これ垂らしたら速攻来んだろうな、うん、23何かな、おお、食べ頃サイズだな、食べ頃サイズ、お、ジグ食ってきたらしいな、ジグやる気満々だね、ジグあ、もう食った、お、はい、そうです、
あ、そうなんだ。ありがとうございます。本当は今日、竹釣りしたかったんですけど、びっちりなんで、はい、無理やり竹の仕掛け出してます。こっちから持ち上げる。こっちから。うん、お客さんにあげる分も引っ込かないといけない。幅持ってきてやるのに絶対持ってきてる。え、そこでかかったぞ。一番そこ、濃いやつ。